はいどうも、ハムスターです。本日はこちら、スイートの7月号でございます。お値段は特別定価1000円になってますね。今回のスイート7月号の特別付録はこちらです。ナノユニバース超かわいい2個セット、スヌーピー親子トート、大きなね、まあ大きなって言ってもそんなに大きくないのかな。スヌーピーのねトートバッグ、ショルダーにもなりそうですね。ともう一つ小さいトートバッグ型のポーチみたいなね、こちらが2個セットでついてるということでございます。それではね、早速開けていきたいと思います。はい、それでは開けたいと思います。せーの、じゃんと。結構小ぶりですね。なんか思ったより。こんな感じでね、付録が入っております。思ったよりね、全然小さかったですね。もう少しね、大きいかなと思ったら、こちらがね、メインのトートバッグですね。大きい方のトートバッグ、サイズの方がですね、縦18センチ、横29センチ、マチが、マチがね、11センチ。ストラップの長さが最大116センチになりますね。こちらがね、表ですね。表にはスヌーピーがね、電話してるスヌーピー、かわいいですね。ここにね、ポケットがあります。このポケットが、まあiPhone6 です。 iPhone6 入れるとこんな感じ。まあギリ入るけど、どうちょっとここに入れてるのは怖い、そんな感じがする。 ちっちゃめのねポケットですね。裏はねこういう感じ。ここにね、ナノユニバースロゴのねタグありますね。で、横にストラップをかける金具がこんな感じで、こっちもあります。まあ、持ち手がね、持ち手はこういう感じになってますね。まあ、トートバッグのねこういう形好きなんですよ。持ち手のねこの紐がずっとこういう風にあるタイプ、こういうタイプ好きですね。でメインの収納、小さいけど一応ね、ここファスナーもね、カバンは小さいけどファスナーがあります。ファスナーを開くと、中はねこういう感じです。ここにね内側にポケットありますね。
ここのポケットの方が大きいです。iPhone6 入れるとこれぐらい入ります。前のねポケットリカは大きいですね。内側のねこの辺結構雑ですね今回ね。この分かりますこれ、この辺とか結構雑ですね今回ね。これは僕のだけでしょうか。結構内側仕上げがねなんか雑ですね、うん、まあこんなもんなんでしょうかね。まあねちょっと雑誌付録はね個体差割とあるんで僕のだけかもしれませんが、まあね内側はさておき割とね思ったより小さいこのトートバッグどれぐらい入るか。まずねいつも使ってる大きめの長財布、まあまあ長財布余裕でね入りましたね。ねいつも、うん、モバイルバッテリーとかねポケット Wi-Fi 入れてるポーチ入れてでねまあ漫画のコミックスまあこれぐらいでしたね。こんな感じで入りましたね。漫画のねこのコミックス横でも入りますが縦でもね入りました。ほらね大きさ、まあ、縦でも入りましたね。Amazon のね、ファイヤータブレット7インチ。まあ、ね、全然余裕でね、横にすれば入りますね。さすがに縦だとね、まあまあ入らないことはないですね。縦だとちょっとね、まあ、まあ若干わかりますね。もこっとねしますけど入りますね。ファイヤータブレットもまあまあかろうじて立てても、ね入りました。まあ横にね靴入れると思いますか。こんな感じで意外と入りますね。ちなみに今日飲んだソルティーライチの500ミリのペットボトル、あ、入る。立てて入れるにはねちょっとかなりね、わかりますかこれ。これペットボトル。ね、立てると、ちょっとしんどいですね。無理やりには立ては入れれますけど、まあ横ですね。横なら、こんな感じですね。はい、ストラップをねつけて一番短い状態でねつけた感じがこういう感じになりますね。
はい、ストラップを一番ね長くしたらこれぐらいになります。かなり長いですね。はい、ちっちゃい方のねトートバッグ型、まあミニポーチというんですかね、こちらサイズの方が縦が7センチ、横が10センチ、まちがね3センチになってます。こちらがね表ですね。裏はこういう感じです。一応ねこれ表側ちっちゃいんですけどね、一応ポケットがあるんですよ。これあ裏もねポケットになってます。でこういう感じでね、キーホルダーがねついてますね。でファスナー開けるとこういう感じになってます。手のひらサイズ、こういう感じでつけてみました。いいですね。はい、本日はねスイートの7月号の特別付録、ナノユニバースの超かわいい2個セット、スヌーピーの親子トートでございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。